です先ほども一度、緊急地震速報最大震度3で入ってきた地震ありました揺れはほとんど感じなかったですけれども5時43分頃その後10分も経たずに最大震度4の緊急地震速報そして大きな揺れを実際に観測した地震となりました非常に詳しい地点ですね実際に観測された詳しい地点情報をお伝えしていきます。 最大震度四のこちらの地震実際に最大震度四観測したのは埼玉緑区え三武市東金市大網白里市白子町長南町一宮町市原市ですここからはいただいておりますリポートをご紹介していきたいと思います、えー、最新の地震に関するリポートです千葉県千葉市稲毛区の方からいただいたリポートですグラグラ 10秒ほど揺れて、一旦弱まり、またぐらぐらということで、大きな揺れを感じ、こちら、ハンが揺れていることがわかります。10秒ほど揺れたということで、長い揺れでしたね。そして一旦弱まった後に再びグラグラしたということで、揺れが複数回にわたって発生していたことがわかります。続いての方からのリポートです。千葉県千葉市、中央市の方からいただいたリポートです。 また失礼いたしました。千葉県千葉市中央区の方からいただいたリポートです。また震度3の地震、立っていても分かりましたということです。こちら先ほどですけれども強い揺れがありました。実際に黄色の強い揺れというご報告、また緑色の弱い揺れというご報告を多くいただいております。 1>, 1回目と2回目、ですねそれぞれ43分と47分にありましたけれども43分の方はこのように大きく強い揺れを感じたというご報告が多数届いたんですがこの2回目に当たります47分の地震に関しては揺れ感じなかったというご報告の方が多く届いております1回目は揺れを大きく感じましたが2回目は揺れはあまり感じた方少なかったように思います地震で避難する時の 注意点確認していきましょう。まずは電気のブレーカーを落とすようにしてください。またガスの元栓を閉めて動きやすい服装で、えー、避難進めるようにしてください。荷物は必要品のみ背負うようにしてください。 現在、就寝していた方もね多くいらっしゃるかと思いますまだ辺りも暗かったりするかと思います改めてですね寝る際の地震への備えというのも確認してみてください頭の方に重いものを置いていないでしょうかまた、脇に靴などということで足元守れるものもですねあると良さそうです近くに懐中電灯を置いて辺りをね、えー、照らせるようにしておきましょう。 昨日からこの千葉県東方沖のエリア、えー、地震が相次いで発生しております。実際に体感としても揺れを感じるものもあれば、そうでないものもありますけれども、いつどこで、ね、地震発生するかわかりません。改めて揺れへの対策が、えー、備えですね、見直してみてください。